せていただいたんですけれども、本当に来たことないものばっかりだったので、すごくなんか、なんていうんですかね、各種類の部活をされている皆さんの気持ちに近づけるようになります。部活やってる子とそのマネージャーの関係性っていうのがすごく大切だと思いますし、はい、お守りを作ったりとかそういうの憧れますね。ねえ、なんかもし本当にマネージャーだったら、はい、こっそりとお付き合いしたりとかしたいなとか思いますね。こっそりとなんか上げちゃったりとか、お守りとか。そうですね、そういうのやってみたいなと思います。ねえ、女子の憧れですよね。あー、そうですね、その時は陸上部の子とかはなんか学生の頃ってなんでかわかんないですけど、足速い子が持てるっていうのがなんかあったので、こう体育会とか体育大会とかでこうリレーの時にバーって足が速い子とか見てかっこいいなと思いました。そういう子が大体陸上部だったりしたので。仕草、そうですね、まあいろいろあるんですけど、こうユニフォーム、汗かいた時にユニフォームをのシャツをバーってやった時に見える腹筋とか好きです。ありがとうございます。はい、本物のマネージャーとして皆さんを、部活を頑張る皆さんのもとに駆けつけたいと思っています。本当ですか？はい、サプライズですよね。そうですね、サプライズとして計画をさせていただいてます。そうなんですか。はい、じゃあいつどこに出没するかっていうのはまだわからないということで。そうなんですね。ファイト。